こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2020年1月30日、16時50分ですね。木曜日、先週の土曜日の中山で2頭がデビューしました。芝 2000m の新馬戦で初シンフォニーと北のブルーが出走して、初シンフォニーが3着、北のブルーが14着ということで、残念ながら勝てなかったんですけれども、初シンフォニーは直線なかなかこう目立つ制圧を見せてくれました。今週のトレ戦で、柴田義富騎手と改めてお話ができたんですけれども、非常にいい馬だねと、これからまだ変わってくると思うし、楽しみな馬だよ、大事にした方がいいよというふうに、コメントいただきました。まあなかなか、まあ、4コーナーで外に膨れるなどちょっと荒削りなところがあったんですけど、それでいていい足を見せてくれましたし、初クレ3区でまだこれから成長力という点でどんどんあると思いますので、次も楽しみですし、この後も楽しみになったんじゃない、なる一戦だったんじゃないかなというふうに思っております。二次走なんですけども、次の東京開催を目指すということで、東京開催最終日ですね、フェブラリーステークスの日に 2400m の未勝利戦がありますので、まあ、そちらを目標に進めていくということになりそうです。北のブルーはですね、ちょっと向こう正面から追走が苦しくなってしまって、直線もちょっと伸びずという形で残念な結果に終わってしまいました。こちらもあの横山典弘騎手とお話できたんですけども、まあ、返し馬の感じは良くて、これならと思っていたんだけれども、向こう正面からこうエンジンがかからず、友が踏み込んでいけなかったというお話でした。まあ、1回使って変わってくるかどうか、またあと行ってみたりというところで、活路を見出してはどうかという話をいただきました。幸いその馬体や足元、体調に問題はありませんでしたので、一度千葉県のジョイナスファームに放牧に出して立て直すということになりました。こちら火曜日に放牧に出まして、再調整してまたトレ戦に戻してレースを目指すということになるかと思います。まあ、少し時間がかかるかもしれませんが、改めて再調整してトレ戦に戻したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今週はまず日曜日の新馬戦ですね、こちらにオールアドーネが出走することになりました。2回ほど新馬戦を除外になってしまいまして、中山の予定が東京開催になってしまったんですけれども、まあ、ある程度除外は織り込みながら調整を進めてきましたので、気持ちの勝ったタイプではありますけれども、こうテンションが上がりすぎることもなく調整できていると思います。今週の追い切りはウッドチップコースで行ったんですけれども、まあ、一度そうです、直線で並走馬に離されるのかなというふうに見えつつも、また盛り返すという形で、なかなかしぶとい走りをしてくれたんじゃないかなと思います。まあ、末足が切れるというよりはスピードの持続力を生かすというタイプかなと思いますので、開幕週の馬場でどんなレースを見せてくれるかというところですね。で、騎手なんですけども、一度坂井隆成騎手ということで内定していたんですけれども、おいしいマーフィー騎手が、空いたということで、急遽お願いすることになりました。もともとマーフィー騎手に騎乗の依頼はしていたんですけども、まあ、戦略があったということで、まあ、除外の権利のある馬でもあったので、まあ、マーフィー騎手が乗る馬がいなくなったということで、もともと頼んでいた経緯がありましたので、それならばということで、改めてお願いすることになったということですね。で、坂井騎手にもご了承いただきまして、今回はマーフィー騎手で行かせていただくということになりました。まあ、スピードを生かす競馬をするタイプなので、マーフィー騎手がどんな競馬をしてくれるか、まあ、タイプ的にはね、この馬に合う騎手ではないかなと思いますので、どんなレースをしてくれるか楽しみにしたいと思います。同じ戸田厩舎からはアイスブラスト、こちらが土曜日の2月1日最終レースですね、芝に、1800m の4歳以上1周クラス、こちらに出走が決まりました。今週の追い切りの動きを見てからという、どうするかということだったんですけども、まあ、動きは良かったので、出走しましょうということになりました。調教で今回騎乗する吉田豊騎手が初めて乗ってくれたんですけども、ニューポリトラックコースで、先週はまあ空を使うようなところがあったということで、抜け出して空を使うようなところがあったということだったんですけども、まあ、今週はそんなこともなかったですと。で、非常に背中のいい馬で、一生クラスにいる馬ではないと思いますし、楽しみな馬ですねというふうにコメントしていただきました。まあ、一方でその、まあ、やっぱり久々ということで、かなり去年の4月以来感覚が来ましたので、まあ、その空いている分の体の緩さというのはあるかなと
というふうにもおっしゃってましたね。まあ、その辺で、まあ、かなり長期の休養明けになりますので、まあ、期待半分不安半分というところではありますけれども、まあ、これまで5戦して、全て5着以内という、まあ、非常に安定感のあるタイプでもありますし、レース運びも、ね、非常に柔軟性のあるというか先行力もありますし、実戦向きのタイプだと思いますので、久々でもいい競馬をしてくれるんじゃないかなというふうに期待はしております。で、立冬の方ではビブラント、こちらが小倉の日曜日ですね、芝 1800m の未勝利戦に出走することになりました。初戦が、まあ、2000m で先行して直線仲間まで見せ場を作っての7着ということでしたので、まあ、距離を一波論詰めて叩いた上積みを加えてどれぐらいやれるかなというところですね。調教の動きは新馬戦の当時よりも良くなっていると思いますし、まあ、体も絞れて動きやすくなっているかなという印象を受けます。うまく先行力と距離短縮を生かして粘り込む競馬ができれば前走以上のレースができるんではないかなと期待しております。ということで、今週は3頭が出走、新馬戦、未勝利戦、一勝クラスと、それぞれまあクラスが違うんですけれども、それぞれに、まあ、それぞれの楽しみがある馬たちが揃いましたので、どうぞご声援いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。